この時代のオートバイの、特徴といいますとですね、まあ、やはり何といってもですね、細いタイヤ、そしてですね、まあ、剛性に欠ける車体ということでですね、まあそれを現代の、交通の中で使うという、まあ、味わいですね、そういったものを、中心にですね、まあ、こういう古いオートバイ語られることが多いわけなんですけれども、まあ、この BMW に関して言えばですね、ちょっとそれが当てはまらない貴重な1台と言えるんじゃないかと思います。まずですね、そういったいわゆる普通のクラシックのオートバイと何が違うのかというと、まあ、やっぱり車体がですね、非常にしっかりしてますね。今もギャップを乗り越えましたけれども、こういった時にですね、変に車体がよれたりとかですね、そういったことがほとんど感じられないですね。はい、ここからギャップが続きますけど、まあ、こんな感じでですね、まあ、結構、ギャップを乗り越えるとですね、まあ、車体はそれなりに揺れるわけですけれども、車体の剛性感の不足というのはほとんど感じられないですね。それとですね、まあ、このアールズフォーク語る上で欠かせないのがですね、サスペンションなんですけれども、まずリアからいきましょうか。リアですけれどもね、まあ、この時代のオートバイとしては珍しくですね、レバーでフリーロードを2段階に調節できるようになっているわけですけれども、その乗り味はですね、非常にソフトで、ストロークもですね、たっぷり、しているという印象ですね。まあ、この時代のオートバイ、路面状況がですね、それほど良くない時代に作られていますので、まあ、こういったギャップにですね、もう今の道路状況よりもですね、こう対応することが強く求められていたんじゃないかと思いますけれども、そのような関係で、まあ、BMW、まあ、当時の高級オートバイなわけですけれども、乗り味をですね、良い乗り味を確保するという意味でもですね、ソフトなサスペンションは欠かせなかったわけですね。で、その2段階のフリーロード調節ですけれども、基本的にはですね、プリロード、強くかける方にチェンジしたとしてもですね、乗り味自体はそれほど大きく変わることはないですね。次にですね、それと何といっても、フロントのアールズフォークですね。まあ、なかなか、こういったオートバイ試乗する機会もないと思いますけれども、実にですね、素晴らしいサスペンションですね。先ほどの、ソフトなリアサスペンションと合わせてですね、まあ、いわゆる猫足ですね、信じられないぐらい綺麗にですね、路面のギャップをですね、吸収してくれますね。アールズフォークはですね、操舵系とですね、干渉系、いわゆる路面のショックの吸収とですね、ハンドリングの操舵ですね、それを基本的には切り離した構造となっておりまして、そういう意味ではですね、良好な乗り味、そして、ロードホールディングをですね、両方とも、確保するというのに非常に優れた構造となっているわけです。さあ、今メーターではですね、ちょうど、100キロ前後ですね、この時代のオートバイですから多少メーターに誤差はあると思いますけれども、これぐらいの速度で巡航しても全く不安がないですね。直進安定性もですね、非常に素晴らしいですね。ハンドルに余計な力を加えない限りはですね、非常にまっすぐ 走ってくれますね。まあ、
ツーリングバイク、現在のツーリングバイクとしてもですね、十分に通用するんじゃないか、そんな乗り味ですね。